地方行っちゃうやん。一人ぼっちは寂しいね。あ、でもテレビ電話します、毎日。何しゃべんねん。え、しゃべんないですよ、別に。監視すごい、喧嘩っ早かったみたいで。そうなん、甘えてくんだよってスケバンか愛してるよ、愛してるよ、愛してるよ、みんな愛してるよ。では続いて一番上行きます。一番上、はい。あ、私と付き合ったらこんないいことあるよ、まあ、今の旦那さんはこんないい幸せなことを感じれてるっていう部分で、こんなことしてあげれるよみたいな。井上さんなんですか。俺はずっと喋る。あー素敵。うん、家でも楽しい。あの、無言になる人もいるやんか。俺はどっちかずっと家でも喋るし、好きな人と一緒だったら永遠喋って、黙れって言われたことあるえ、でも芸人さんって表ではいっぱい喋るけど、うん、家帰ったらすごい静かって方いらっしゃいますよね。うん、俺は割とそうね、ずっとだから楽しいです。良くも悪くも彼女と友達感が強くなっちゃう。ああ、なるほど。うん、はあるかな。あと炊事家事洗濯全然やる。まあ素敵。これ苦じゃないから。もう結婚した方がいいですよはいえ、こんなね、素敵な旦那さんいたら。これあんま、だからあのバイト歴が長いから、うん、ずっと10年ぐらいバイト、飲食業でバイトしたから、洗い物とかも苦じゃないし。綺麗好きですか。そうそう。ああ、じゃあめちゃくちゃいい。うん、あのダスターとかを洗濯機かけて干すとかもしてたから、洗濯物にしんどくないし。それ本当にじゃあいい旦那さんですね。まあ、その代わりでも飲み歩いたりとか、そっちの良くない部分がたくさんあるからね。それはちょっと嫌です、ね、そうでしょ。三田さんは例えば。私は、うん、結構素直に何でも話します。私嘘つけないんですよ、あんまり。うん、だから全部素直に言うんで。あの、女性ってなんか言ってくれないか分かりづらい子多いんですよ。ほんまに多い。でも多分私はすごい分かりやすいです。あの女子のさ、絶対やめてほしい、この怒っててさ、なんで怒ってんの、自分の胸に聞いてみたらそんなこと言う人いますか。いるやん。言ったことない。あ、まあそのタイプじゃないからか。自分の胸に聞いてみたら。いや、聞いたけど分からんから聞いてんねん。何で怒ってんの、ほんまに聞いたみたいなこと言われて、はい、昔。ほんで、いや聞いたら分からんから教えてくれよ。いや、ちゃんと自分の胸に聞いてみって言われたから。なあなあ、俺なんかしたかな。なあ、言ってる間にビンタくらって俺それは確かにいや、俺ね、そう、でもそれいいよね。でも私は逆にそう、放置されるの嫌なんですよ。どういうこと。だから女の子がちょっと機嫌悪くなったりすると聞かない人いるじゃないですか。いる。皆さんがさって、なんで機嫌悪いのとか怒ってんのって聞くのはすごい素敵男子で、うん、なんかほっとく人いません。いる。で、そういうことがもう時間の無駄だから、うん、もう怒った原因をすぐ言うって。あ、こうこうこうでこれで怒ったんだと。はい。いや、絶対そっちの方がいい。今のこれすごい嫌なんだけどみたいな。めちゃくちゃいい。とかをすぐ言う。結局大きい喧嘩1回するぐらいならちっちゃい喧嘩毎日してる方がいいよね。そうです、ね。うん、その方が大爆発せえへんもん。最近は旦那さんになんかそんな言ったことあるの。結構ありますね。どういうこと言うの。どういうこと言うんだろう。でもすごい細かいこと言いすぎてあんま覚えてないんですけど。でも井上さんと真逆であんまり喋ってくれないんですよ、家で。はい、うん、でそれで何回も喧嘩して、だから最近いっぱい喋ってくれる。かまってよって言ってんの。そう、私がかまってほしくて、うん、向こうは結構ゲームとか好きなんですよ、うん、だから私はゲームする時間はもう分かったと、うん、そこ譲るから。私話聞いてほしいタイプなんで、うん、そう、話を聞いてくれる時間をちゃんと作るっていう。じゃあもう旦那がゲームしながら、うんうん、ほんで、うんとか言われたらもう最悪。そういうのが嫌なんです。絶対に聞いてない。まあ、絶対に聞いてないな。じゃあ私今なんて言ったって言いました。ああ、確認してくる。あの Q&A 最悪だね。聞いてないねんから。そう、聞いてないですよね。うん、うん、うん、みたいな。絶対聞いてないじゃん。そうか、じゃあ話し合いの時間が欲しいんだ。例えば、まあ、今は妊婦さんだからお酒とか飲めないだろうけど、夜とかお子さんが寝静まった後に1時間でもこう2人で喋る時間とか欲しいんや。欲しいです。はー、まあそこでいろんなことをこう照らし合わせてというか。そうですね。だからずっと仕事とかして帰ってきて、うん、もう一人の生活結構嫌なんですよ。だから人といる方が好きだから、うん、
なんか誰かに今日会ったこととか話したいっていう。でもそれで言うたらさ、旦那様がまあ野球選手やからさ、やっぱ遠征とかで地方行っちゃうやん、うんうん、はい、時に一人ぼっちは寂しいね。それは寂しいですけど、うん、あでもテレビ電話します毎日。時代やなそうやねん。だからこれテレビ電話とかオンラインの技術が発達しすぎて、もう野球選手が地方で浮気なんかできへんからな昔野球選手は地方に行って浮気するって言うやん、はい、無理やもんね。無理です。もう試合終わってホテルに帰ってオンラインつなごなって言われたらもう逃げ場ないもんな言う今ガチガチやん、はい、何喋んねんオンラインつないで。え、喋んないですよ別に。監視でも、もともと寮だったんで、うん、彼が、うん、だから一緒にあんま入れないじゃないですか、うん、だから、うん、だから本当に毎日テレビ電話して、もう本当に喋ることもなくなって、うん、だから繋いだまま、なんか同棲してるみたいな、わかりますか？あれでしょう、繋いだまんま寝て、起きて、そうですそうです、おはようみたいなやつやろみたいな時ある。へー、まあでもそれを旦那さんが苦じゃないでもんね。いや苦だとは思いますけどでもね、お互い譲り合いじゃないですか。そうね、ああいうのは入れてないの？あの若い子が入れてるゼンディみたいな位置共有アプリ。位置は入れてないです。さすがにそこまでは入れてないです。でもお互いの暗証番号を共有し合ってるんで、いつでも携帯見れます。なんでそんなことすんねんそれ なんでよ別に浮気してないよ、浮気はしてないけど、暗証番号を共有する必要ないやん。あります。なんでや。だからちょっと余裕があるとそういうこと考えたりしちゃうじゃないですかそうか、そう、もう浮気するスペースすら与えないぞと。もうそういう状態でもし浮気したいってのはもう本気じゃないですか。そうか、ただ別れたらいいかなと思って。もうだからそれぐらいの覚悟を持って、はい、ほんまにもし浮気するんであればせえよということ。そうです。でも自分もそうだったから、うん、やっぱなんかほっといてくれた方が浮気しないよとか言うじゃないですか、うん、でも彼が何にも言わない彼だったら平気かなとか思って浮気しちゃったりとかあったから、うん、やっぱりある程度言われた方がもうめんどくさいから浮気するのもめんどくさいみたいな。ああ、わかる。やっぱりある程度言われた方が私的には浮気しなかったです。別に暗証番号を知ってても携帯は見ないけどいつでも見れるねんぞっていう手綱を持ってるとこでもね。そうですね、見ますけどもうこれ私と付き合ったらいいより私と付き合ったら悪いからそうやな、縛りきついな、なんか思ってた話とちゃうぞでも料理は頑張って作ります。いや、それが何よりや一番嬉しいよ、はい、旦那さんからしたら。でもあとはなんか頼まれたこととかやってほしいこととか結構聞きますので、うん、尽くすタイプ。尽くすタイプだと思います。だから尽くすからこそ浮気すんなよってことやからな、そら。そうです、ね、うん、そこは厳しいですね。いやいや、いやもう至極まっとうよ別に間違ってもないし当然の権利、奥様の。浮気したら浮気しますっていう言ったことあんの、旦那に。あ、その付き合ってるとか言ってました。もしあんたがじゃあ浮気したら私も浮気するからねって、うん、それ言われたら旦那からしたらもういやいや浮気しませんってなるよね。でも今はもう不倫になっちゃうから、もし不倫したら別れる、うん、まあだからそうよね。これな、こういう言い方するのもあれかもしれないけど、旦那さんはもちろん素晴らしい野球選手やけど、年齢的にもさ、今の旦那さんからしたら付き合ってる時、あの板野友美と付き合えてるんだっていう一個あるやん、この喜びが。見てた人やろうし、うん、でこの先他いろんな人と出会うかもしらんけど、もう二度とないチャンスやんか。そうですかね、と思ってたと思うで。だから浮気して板野さんと別れるぐらいならもう全て板野さんとしょい遂げるんだって思ってたんやと思うで。うん、別にこの順位をつけるつもりはないけど、やっぱりどっか憧れもあったやろうし、スターやったしな。そんなことはないと思います。どうなんですか。だって神セブンに入ってた頃何年前、もう10年前ぐらいぐらいやろ。だから旦那からしたら超中学生とかやろ。そりゃたまらんて。ちょうど世代ですよね。ど真ん中ど真ん中。そんな話せえへんの。 CD 買ってたとか。え、でもこれ言っていいのか分かんないですけど、なんかよく AKB の曲とか聴いてます。なんだ、はあ、誰推しやったんって聞かへんの。私って言ってました。気使ってるんですかねいや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 、それはいやいや、それは板の推しやって
だから旦那はやっぱ決断できた部分あるで、うん、たまらんと思うわ。何百万人ってこうファンがいる中で出会うことすら奇跡に近いから、その中でお付き合いしてってな。確かに、うん、そりゃ旦那さん羨ましいな。もうすごいいっぱい喋っちゃうんだけど大丈夫かじゃあ上から2番目で、はい、1番の大喧嘩、まあ旦那さんでもええし、まあそれこそアイドル時代こんなことで喧嘩したよじゃないけど、私は結構みんなに言われるんですけど、すごい喧嘩っぽよかったみたいで。そうなん、はい、そんな風には見えへんけどね。なんかすぐ多分言っちゃうんですよ。あ、だからさっきの話だよね、あの溜め込まへんから、はい、あかんことはあかんでパッて口に出しちゃうから。そうですね、それが喧嘩っぽいと思われてたんだ。はい、で私自分の性格を分析したんですけど、うん、30年おちょこぐらいのあれ器しかないんですよ私多分。ちっちゃだからストレスとかがすぐ溢れちゃうから、うん、だからすぐに言っちゃうんだと思うんです。あ、口に出しちゃうと、はい、だから溜め込めないから、もうすごいイラッとしたことがあったらなんか言って解決したいみたいな思っちゃうタイプで、うんうん、でも俺いいと思うで。本当ですか。性格的には溜め込む人もいるやろうけど、特にグループなんかでやってたらうちもそうやけど、はい、やっぱ溜めて今言われてもみたいなことあるやん。ただその時に解決する方が関係性として俺はいいと思うけどね。そうですかね、うん、旦那さんとの一番の喧嘩、1番か2番か分かんないぐらいなんですけど、もう別れるぐらいは言ったことないの付き合った頃に。あ、でも結構しょっちゅうありましたね。どういうことで喧嘩すんの。性格が合わないいや根本やよく結婚したなそこ一番大事やん何で合わへんなと思うってこと。だから私は多分コミュニケーションをすごい大事にしたい、喋、うん、りたい、はい、だからなんて言うんだろう、構ってほしい、うん、なんですけど、うん、旦那はずっと男子としか接してないから、あ、なんか一個のリアクション、ね、そんな薄いっていうリアクションするんですよ。ほうほうほう。例えばまずびっくりしたのが最初のなんか電話の取り方、うん、なんかもしもしとか、うん、男の人もなんかテンション上げてくれるじゃないですか、うん、好きな人やしな、はあ、最初電話した時、ん？そうか、だから男子としかほんまに電話してきてないからんって何なんでかけてきたみたいなテンションで聞いてくんだよしかも向こうからかけてきて、うん、出れなくてかけ直したら、ん？ってどうしたみたいな、こっちも、ん？ってなるわなそんなのとか、うん、あとは付き合ってで2回目ぐらいでお家で会ったんですよ、うん、1回目は多分外で会ったからすごいテンション高かった、うん、お家で会った時にデート中にいきなり普通にゲームしだして、携帯で、うん、で、え、私に興味ありますかみたいな、なるなる。それで、まあ、それ付き合ったってすぐだったから、うん、その日は一応我慢したけど、うん、やっぱりおちょこが溢れちゃったから、溢れるよもうなんか会いたくないって言って、でも向こうは、え、何で怒ってんのやろ。そうなんですよ、うん、だからそれを全部説明して、好きな人といる時に何も言わずになんでゲームするんだと、はい、私一人ぼっちになるじゃないかみたいなのを伝えてそうです、だから理解してくれて、そう、それをだからもう2年間ぐらい毎日やりましただからそれって若い証拠やな、旦那が。価値観の違いって言ったらそれまでなんですけど、うん、なんか相手がどう思ってるかとかお互いちょっと分かんなすぎて、だって俺はもうさ、まあ、もう41年取ってるからだけど、まず携帯にゲームなんかがなかった頃から携帯があるから、携帯でゲームするっていう習慣がないもん。うん、でも今の若い子たちはもう携帯にゲームがあるのが当たり前やねんもんな。そうですよね。板野さんも若いけどそれ以上にやもんね。でも私もそんなデート中にゲームされたことはあんまなかったかもしれない、まあ、から衝撃的だった。でもいるで、カップルで一緒におんのにお互いが携帯のゲームして二人とも喋らへんとか、うん、いますよね。いるいるいる。てかそれがちょっと分かんなくて、うん、何のためになってんだろうとか、なるよね。しましたね。旦那からどもじんこれは直してほしいねんけどって言われたことは。私直してほしいって言われたのは、あ、でも言い方強いって言われてあ、おちょこが溢れた時のちょっと温度が熱いぞと言い方強い。でも私その年下だからめちゃくちゃ私的には分かりやすいように
ちゃんと頭で整理して、うん、あの感情をぶつけないようにしてたんですよ、うんうん、今までだったら年上の彼だったら、うん、なんか受け止めてくれそうだから、うん、もう 100% 言ってたけど、うん、そうだったら伝わるかなって考えてから言ってたにもかかわらず、うん、なんか言い方強いって言われたからそんなに言い方強いかな。まあそれ強かったんやろな、はい、でもあれがない方がいいと思うよ。よく男が言うねんけど、はい、年上の人と付き合ったりした時に女性がもうどうしても仕方ないから年下だからで言葉選んだりとか表現方法を考えたりするのが年下の男からしたらやっぱストレス感じるんだよ。なんか気使われてるって。そうそうそう、ちゃんと対等で見てよっていうか、うん、いつまで経ってもずっと下やと思わないでよっていうのは多分、あ、逆にそうなんだ、あると思うで。だから全部つけてええんちゃう。そうですね、うん、私一回言ったことありますね。なんか何つったなんか私が年上だからって、うん、基本甘えてくるスタンスの、その甘えてくるっていうのはその可愛い甘えるじゃなくて、うん、基本許してもらえると思って言ってる発言みたいな、子供が言うような感じの。そうです、うん、そういうのが多いから、うん、なんか甘えてくるんだよってスケバンか甘えてくんなよじゃないのよこれだから大変やな、こっから子供ができたら旦那側も幼児化するからな。そうなんですか。どうしてもともちんは子供に行くやん、うん、それも第一優先やんか。ほんと旦那からしたらやきもち焼くやん。え、でも私結構どっちも愛せると思うんですけど。いや、それがベストやね、それがベストやねんけど。だからでも女性はこうなるって言いますよね。言う言う。ほんならやっぱ旦那もね、かまってよとか、こうかまってほしいからちょっかいかけたり。え、それはいいじゃないですか。でもだから、でもそうなると子供が2人できたようなもんやね。え、全然大丈夫です私。いける。はい。そうか、多分わかんない、どうしよう。わからへん。生まれてから。そうや、でも子供と旦那に向かって甘えてくんじゃねえよって言うてる可能性あるで。ゼロじゃないからな、可能性は。それとも甘えんなよってなる可能性はあるよね。そうですね、うん、気をつけますまあでもさ、しゃあないと思うで、旦那さんからしたら。で、甘えやすいんやろ、板野さんが。そうなんですかね。でも最近は本当に、やっとお互いの気持ちが分かってきて、うんうん、あ、もう喧嘩してないです。あ、もうお互いの価値観がだいぶすり合わせれるようになったんや、はい、あ、こういうとこで怒るんだなとか、こういうのがなんだなっていうのが大体わかります、うん、板野さんは、はい、旦那さんは限らず男性に対して甘える方が好きなの、甘えられるのが好きなの。どっちも好きですね。どっちの方が多かった。甘える方が好きなんですね。まあ女性はそっちの方が多いか、はい、甘えるって言っても、うん、お母さんに対して甘えるみたいな、うん、わがまま言っちゃうみたいなこと。あ、それをいいよいいよ、よしよしってやられるの方が好きか。なんか楽でしたね、うん。まあだからこれ旦那さんが今 23? 24です。4か、3、4年後ぐらい、20代後半、30代入った頃に多分逆転するんだよな。そうなんですか。多分旦那が、はいはい、もうどもちんって言うようになると思うで。あ、そっちがいい、うん、今は年齢的にもまだ若いからちょっと心が未熟な部分もあるやけど、それはこっから仕事もこう右肩上がりで男としても成長していったら多分変わってくるやろな。そうですね、うん、と思うで。分からんけど。じゃあラスト。じゃあ真ん中で。はい。あ、私が何でも答えます。あの聞いてばっかりも申し訳ないなということで何でも答えますよ。え、じゃあ井上さん彼女いるんですか。ダイレクトなの来たな。彼女は。それは言うんですか。どういうこと。彼女いるとかいないとかを隠したい。あ、そういうこと。それとも公にするんですか。めちゃくちゃ隠すタイプです。聞いても意味ないじゃないですか。うん、いないいない。でも隠すというか、コンビで石田が割と彼女いるとか言う人やったのよ、若い頃から。だから俺はもうずっといないで一点張りで言った。なんかコンビ2人おって両方彼女おるってなんかつまんないなってのがあって、だから基本ずっといないって言ってきたけど、うん、ずっといた。ずっといます。ずっといたな、モテてたから。じゃあ何聞こう。あ、じゃあ結婚願望とかってあるんですか。うん、子供の頃決めてた結婚願望は27歳。うん、うちの両親がそのぐらいで結婚してるから、うん、その年齢で結婚するって決めてた。今おいくつでしたっけ。まあ41。
何笑ってんねん。いや41歳に見えないですね。私35ぐらいだと思ってました。めちゃくちゃ翻訳。でもあるよ、結婚願望はその27で子供の頃結婚するって決めてたけど、芸人になってあちゃうなってなって、23、4ぐらいから33、4ぐらい、まあ10年間ぐらいはもうすっごく遊んだ。うん、いろんな経験はしたけど、で35ぐらいになってもう結婚してええかなって思ったね。そんな女の子とわーって遊びに行こうっていうのもなくなってきたし、で、うん、なんかそれこそさっきの板野さんの話だけど、俺もその35、4ぐらいから当時付き合った彼女と付き合ってて、浮気がバレて振られたのよ、うん、はい、で今までは振られてもよっしゃ次見つけようって思ったのが、うん、その時初めてうわショック、うん、でその子にも言ったけど、1年間ちょっと引きずらしてくれと、うん、ちょっと立ち直れそうにないから、1年間ずっと片思いする、ほんで多分ご飯行こうとか言うと思う、まあ、断ってくれて、うん、これもこっちの自己満足やねんけど、うん、1年間片思い多分続けないと俺は切り替えられないような気がするっていうのを伝えて、私は愛情ないからね、はい、もちろん言われたら分かったっていうので1年間結局引きずって片思いして、もうこのことは別れないといけない、諦めないといけないで次に行こうみたいなけど、それを経験してからもう浮気で好きな人がいなくなるの嫌やなって同じように思った。そっからだからあの付き合ったりしてにしても浮気しなくなった、はい、うん、シンプルに振られるだけ。そうですか。そうですね。あ、それはそうなんか、だって今までは浮気して別れてきたけど、そっからはシンプルに振られてんねん。でもその方がなんかやりきった感ありますね。ある、なんか浮気して振られたら、あ、なんかあそこでしなかったら続いてたのかなっていう自分の中でなんか、うん、あるちゃんとできてなかった感が未練になっちゃう。変な後悔が生まれるやん。だからそれはあるよね。私こんな 100% 頑張ったから無理だったって思った方が、うん、次に、あの分かりやすくは運命の人じゃなかったんだって自分に言い聞かせれるよね、うん、思います。なんかやっぱ浮気して別れるとどっか自分に非があるからさ、そうなん、せっかく出会った運命の人を自分が捨ててしまったって思っちゃうから、うん、しかも浮気した相手の人と別にどうなろうって思わないじゃないですか。思わない、その後に、うん、だからもう何やってたんだろうっていう。分かる、あれはないのよ、同時進行は、はいはい、二人と付き合う二股はないの、うん、彼女がいる時にちょっと夜遊びしちゃったとかしかないから、うん、あの日のあのお酒の酔い方で、うん、大して記憶もないあの時間のせいで未来がと思ったら、うん、後悔です。後悔するよね。え、それで結婚はどうなったんですか。まだしてないからチャンスはないんだけど、でもしたいで。え、二十歳ぐらいからですか、一人暮らししたの。俺二十歳から一人暮らし。20年とかもう一人のペースができちゃうと、うん、誰かというのめんどくさいってなりません。なる。その領域だと結婚できなさそうじゃないですか。そうね、まあ過去ね、今夏場とかにさ、はい、クーラーの温度を勝手に上げられたりとかでやっぱり喧嘩したことある。一人の時間でもう結構落ち着いちゃってると、そうやね、結婚する意味が、だからさっき言ったけど俺と付き合ったらっていうので炊事家事洗濯全部してあげるよって結局俺全部できるから。そうですよ、女性に何かを依存する必要がないのよ。唯一依存する部分は板野さんと似てるけど、喋り相手が欲しい。寂しい。そうそう、別にそこもさ、まあ変な話、彼女じゃなくてもいいや、うん、話、そうそうそう、だからそれで言うと、うん、なんか必要性あんのかなはある。え、お子さんは欲しいとかはないんですか。めっちゃんこ欲しい。じゃあそこだけですかね。うん、でも甥っ子で十分可愛い。ダメだ、もう足りちゃってます。決めて何やったん逆に。もちろん30まで結婚したいって決めてたやろうけど、今の旦那さんじゃなくても他にいろいろ出会いはもちろんあったやろうから、はい、この人ってその結婚を先に決めた板野さん側からすると何やったの決め手は。この人って思ったきっかけですか。うん、この人となら結婚したい、してもええなっていう。へー、気合うとかはもちろんやろうけど、でも本当に好きだったんですよ。かっこええな。なんか最終的に今日好きの最終話みたいな感じ。まとめてきたね、なんか今日好き感で。よう見るもん今日好きで、それ本当に好きでしたっていうの。
侵食されてるやん、今日好きに。なんか、それまではステータスとかも含めて好きみたいな、うん、そうやって仕事ができるところとか、うんうん、こういう、まあ、お家に住んでるところとか全部そういうの含めて好きだったと思うんですけど、うん、彼のことは普通に一人の人間としてすごい好きで魅力的だなって思ったから。そうか、だから職業が野球選手じゃなくても好きになってるだろうし、そうです、お給料があろうがなかろうが絶対好きになってただろうしってことだ。そうだからすごい好きなんだなって思いました。いいな、なんかそれ見つけるわで結婚するってなったらすぐ報告しに行くね。はい、うん、その時はその人との子供が欲しいって思いました。そこね、だから結構本能の部分も大きいよね、はい、遺伝子レベルで求めてんねんもんね。そうですね、そうやな、だからそう思ってもらえるような俺はまず男にならなあかんし、で男になってそう思ってもらえる女の子に出会わなあかんよね。私京好き大好きじゃないですか、うん、井上さんがめちゃくちゃその感想とか、うん、チャチャ入れたりするじゃないですか。チャチャおい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 、いたのよ。チャチャじゃないですかね。なんで俺のいろんなツッコミだとかコメントはチャチャツッコミ、うん、ツッコミのこと、いい、全然いいよ。ツッコミとかを入れる、うん、なんか言葉のチョイスとか、うん、井上さん本当に人生経験豊富ですごいなっていつも尊敬してます。まあそれはいいことも悪いことも含めていろんなことは経験してきたからね、特に恋愛においては、はい、だから、うん、素敵な女性と結婚してくれるんだろうなって楽しみにしておいてください。なんとか頑張って僕も結婚したいなと思いますので楽しみにしてます。はい、ということでございまして、今回のラブトークお相手は板野友美さんでございました。とりあえず母子ともに健康で元気な赤ちゃんが生まれることを望んでおります。はい、ということでいいね、高評価、チャンネル登録もお待ちしております。また次回お会いしましょう。さよなら。 I know you're gonna dig this。 最後まで見てくれてありがとうございます。続きのトークはあなたの夢の中で。